よーし、さあ今日は木曜日やし、ウイレでも開くかな。まあウイレアプリ、まあ e フットボールに変わるって言われてたけど、春まで延期されて、まあガチャさすがに FP ガチャ登場するんじゃないかなと思ってるんすけどね、今週は。まあ先週まではもうずっとね FP なしの我慢してきたけど、もう延期やし、もうなんならもう FP 出してもいいからね。なんならライブアップで復活してんじゃないかな。まあ今ねネイマールとかめちゃくちゃ活躍してたしさ、今週ワンチャン来てるんじゃない、ネイマール FP。 まあ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 、下まで行ったらこれちょっと週刊 FP のネタバレになるから、それ YouTuber 的にはどうなんかなって感じするし、まだお知らせはもうこの程度にしておこう。さあ契約行ってエージェントを押して、スペシャルやな。で、まあまあまあ、アイコニックがね、左に来ることもあるから、まあ、いっちゃん右に、まあ、多分、週刊 FP が来てるんやろうな。え、ミランやろ ?AC ミランで、ライカールとバステンフリット、多いメンツですね。でも、これ、2ヶ月前くらい来てへんだ?まあまあ、そんなこと置いといて、岡崎選手ね。おー、今回3つもアイコニックガチャ来てんのか?まあ、ワンチャン4つあるかもしれん。いや、5つぐらいあるんかな?うん、岡崎選手、中村選手で、まあでも、週刊 FP そろそろ見えてもおかしくないけど、え?通行止めなんすけど。どうもシュートです。いや週刊 FP 来ないか。あ、ライブアップで来てんかな。ライブアップでこの人間のマークを押したら、あ、来てない。ちょっとでも今週の木曜は何か仕掛けてくるんじゃないかなって期待した俺が悪かったのか。いやそんなことはない、誰しもが期待するはずや。なんでやー。ってことで、まあ、バステン、カカ、フリット、ライカールと、まあ、この4名、AC ミランの4名使っていきますか。まあ、インザーギとかも入れたらよかったな。まあ、こんな感じでいきましょう。ワイジさんのスカットは、こんな感じですね。いやー、何かさ、難しい制約とかさ、もうそういうのが、ライセンス的なものがあるんかもしれんけどさ、いやー、悲しいよな、さすがに。マリオカートみたいな状態になってるからね。さあ、ラッシュフォードで、はい、バステン。なんだかんだね、僕ね、新しい方のバステン。初めて使うんですよね。さあ、今回。いや、入らんか。ラッシュ、オフサイドじゃね?ああ、入った。まあ、今回はいつものバステンと違って、逆足4-4バステンですからね。いつもは3-4-9の方使ってますかな。まあ、3-4でも言うてね、バステンめっちゃ強いんですけど、まあ、4-4になったら、まあ、より左足でも点は取りやすくなるんじゃない?さあ、ラッシュから、はい、ここパス出して、バステンかわして、左足。ラッシュ!いや、バステン強いな。これはテンションも上がってくるな。そんなわけないか。いや、テンション上がらんて、ほんまに。いやーマジで何かはね、何かはやってくれると思ってた今日は。もうなんていうの、延期が発表されて初めの木曜日やったし、まあ先週の金曜に来たんかな。でまあ今までやったらさ、ぶっちゃけ11月11日、もう今日や、ちょうど今日に始まると思ってたからさ、まあそれはまあしゃあないわなっていうか、ガチャイベントとかもうアイコニックとか復刻のアイコニックしかなくて、まあしゃあないなと思ってたけど、いやさすがにさ、もうね、もうなんか東京 FP とかもうほんと全員パジャマでいいからさ、全員その灰色のパジャマのユニフォームでいいから、あれで投票週間とかも全部出してほしいよね。無理なんかな、さすがに人抑え選手とかのあれも反映できてないしさ、移籍の情報とかもあれやろうから、多分そういう関係で無理なんでしょうけど。でもさ、結局もう来季に向けてライセンス獲得してるチームあるんでしょ。もうそのチームの中でならいくら出してももう良くないって思っちゃうんすけどね。同じゲームやし、同じ e フットボールなんでね。一応 e フットボールウィーニングイレブンアプリ2021的な感じの名前じゃなかったっけ、今のこのアプリ。違うか分からんけど、いやもうほんまに出してほしい。もうそれだけ。もう それがもう俺の願いです。ただ一つの。たった一つの今の願望。もう動画のネタっていうよりもね、普通にね、ガチャ引きたい。マジで普通にウィーレ楽しみたい、もうちょっと。今マジですることがなさすぎるから。なんだかんだね、僕がウィーレアプリの実況を始めたのも、まあサイトから実況に移ったわけですけど、YouTube のね。まあ、サイト始めた経緯も、ウィーレが好きやから、好きで、なんかその趣味程度にやってただけなんですよ、最初はね。本当に。まあ、その趣味でやったものがだんだんとまあ、こう派生していって、まあ、今こういう YouTube やらせてもらえてるわけなんですけど、結局根はね、最初からウィーレアプリめちゃくちゃ楽しんでた民なんですよ。だから、このガチャがない時期とかがすごい辛いわけ。わかるかな?わかるっしょ?もうみんなも、やっぱ僕の動画見てくれてる人はもうウィーレアプリ好きで、もうたまらない。そんな人ばっかりやと思ってるから、多分今の時期すごく、そう、辛いと思ってます。さあ、2-0 と。でもいい感じの試合やね。だってさ、楽しいもん、このゲーム、本当に。
だから期待しちゃうんよな。別にそんなに楽しくないゲームやったら、そもそもなんかこうね、サイトとか YouTube とかやろうとも思ってないしさ、もうめちゃくちゃ好きでめちゃくちゃ楽しいからそういうこともやっちゃうのにさ、いやもったいないよね。これだけやってくれてる人がいるんやから、ちょっと今やってくれてる人を手放さない何かをね、なんか FP ガチャでも何でも、なんかイベントでもいいですけど、何かが欲しいところですよね。さあフリット、お、ファールない？ファールないか。ちょっとここ危ないな、集中しよう。さあここ守備の時は集中。さあここパスカット狙いに、うわー通り過ぎちゃった。でもまあさすがに取れるわな。はい、ここ縦パス入れて、はいラッシュ、バス点、はいバス点ワンパー、はいもう一回、いやー無理か。来年春まで待つ、3月4月ぐらいってことを指してるのかな。まあ多分僕の予想的にはさすがにそこまではいかんのちゃうかなとは思ってるんですけど、ちょっとねそういう多めに長めに言っといた方が、そのなんていうんかな、早くなった時の喜びが大きいからっていうのを狙ってちょっと多めに言ってるとは思うんやけど、もしそれまでにさ、ウイイレを超えてしまうサッカーゲームのアプリが登場したら、もうねどうしたらいいのって。まあ超えることは、そんなアプリ登場することはまあそんなすぐにはないでしょうけど、時代っていうものはね結構早いですから、流れは早いですから、もううかうかしてられないですよ本当に。あ、ちょっとやられそう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 。おー、ナイスカバック、カバックすげえな。いやーマジで早くいいフットボールやりてー。はい、かわして、ラッシュでかわして、バス点、ここ横パス、トラップ右足、ナシュー。やっぱバス点強いよね。久々にバス点使った時ってすげえ決定力高く感じるんよな。それを今回のこの新の、今回のっていうかもう何回も多分 3,4 回ぐらい登場してるやろうけど、この新バス点の方はね、なんていうの、左足でもねもう完璧に切れますから。まあ言うて9の方でも逆足3はありますけど。さあワンパいいね、ワンパナイス。いやこれはオフサイドか。もうだって4月になったとしたらさ、もう4月5月になったとしたらもうリーグ戦終わっちゃいますからね。そうなった時にさ、せっかく新しいイベントめちゃくちゃなんかこう良さそうな、指名して獲得できるなんか券みたいなもらえるさ、マッチパスやったっけ、そういうのもさ新しく出るからさ、そういうのもめっちゃ待ち望んでやりたかった人もめっちゃいるやろうに。もうそれも来作は多分5、6回ぐらいしかできひんのちゃうかな。だって結構5月ぐらいで終わりますよねリーグ戦って。あんまちょっとよく分かってないですけど、確かそんなもんでしたよね。5月6月ぐらいで終わりますよね。じゃあライブアップでもさ、また短くなるしさ、もう負のループよね。ああまあ1試合目はありがとうございました。それさっきも気づいたけどさ、もう今日11月11日やん。予定通りやったらさ、今日も今頃、今4時半なんすけど、今頃配信してさ、メンテ待ってんねやろな。ほんでさ、延期いっぱい食らってさ、またさ、そうやって悲しんでんねやろな。いっぱいコメント欄も荒れてさ、っていうのをさ、体験したかったよな。なんで遅れんだ、ほんとにもう。ああ、なんかほんまにその想像というか妄想したらなんか悲しくなってきたわ、マジで。いや去年のさ、メンテ開けの時とかもめっちゃ楽しかったもんな。なんかもういろんな人がさ、メンテ開けたメンテ開けたって嘘で言ってさ、ほんで結局結構延長して、その次の日は開けたっけメンテ、あんま覚えてないけど、次の日確か開けたよな。で結局金曜にプレイできるようになったみたいな、そんな感じやったやろ。いやバッテンえぐ。ほんでな、なんかキャンベルのさやつとかさ、ガチャ登場してないのにさ引き継げたりしてさ、まあ、あれはどうやったんかっていう話ですけど、なんかな、俺はそのキャンベルとかさ、ファンバステンとかもらえへんかってんけど、バティステータだけもらえたかな。まあでもとにかくめちゃくちゃ盛り上がってたよな。こんなんゲットしていいみたいな。最初にアイコニックキャンベルゲットした人マジで勝ち組すぎたもんな。まあ結局俺全然使ってないんけど、あれは意図的にやったんかシステムバグかわからんけどさ、ああいうのもさ、もしかしたら今頃楽しめてんのかもしれんよな。いやもう辛い。あとどんだけ待ったらいいの、本当にマジでどんだけ待ったらいいの。あーやられた。もうさ、監督も全員いなくなっててさ、選手ももうスタンダードになってて、アイコニックがレジェンダリーになってて、契約切れてて、もうレベルも1になってて、みんないやー楽しそう、ほんまに楽しそう、妄想が止まりません。早くやりたいのその一言です本当に。はいカカ、はいバス点かわす。いや無理か、もう一回バス点、バステバステ右足えぐ。まあでもやっぱさ、ウイレで実況してる身からしたらさ、今どれだけ、まあこんなに渋い時期ではあるけど、どれだけこうウイレを触ってもらえるか、
の体験っていうか、その触る機会、ウイレをプレイする機会をみんなに作ってあげるかっていうのもやっぱさ、そこは仕事やと思うから、まあ、もちろん俺が楽しんでやってるのもあるけど、今試合やってるのも普通にそれは楽しいんやけど、まあ、みんなのウイレ熱を呼び起こすっていうこともやらんとね、もうそんないいフットボールどうだらばっかずっと言っててもしゃあないから、なんとかこう楽しめるようなんかこのネタというかさ、そういう選手とかこういう選手どうですかみたいな、そういう動画もいっぱい上げていってさ、だってウイレン熱を呼び起こさせるのも役割やと勝手に思ってます。勝手にね、もうウイレンの観光大使と思ってやりますわ。でもまたもう妄想に戻るけどさ、いきなり週刊 FP 今日登場するとかあったんかな。今さ、だって今作ドリブルエッグイ多分強いはずやん。で1対1にフォーカスしましたみたいに言ってるし、で今週さ、週末っていうか、まあ、先週の週末かネイマールめちゃくちゃ活躍してたやん。今 FIFA の方ではネイマール TOTW って週刊 FP みたいな感じで来てるし、ワンチャンいきなり激アツネイマール FP あったんちゃうかな、ほんまに。あ、やばい、やられる、ナイスキーパー、やばい、こうほんまに守りきるで。さあクロース来てる、やばい、あーぶねー。対戦ありがとうございました。ということで、まあ今週は一旦週刊 FP は登場してなかったですけれども、まあ来週、まあもう一回期待しようかな。でまあ来週振られたらまた再来週期待します。とりあえず今週はまあバステンめちゃくちゃ、逆足44のバステン初めて使ったけど、まあかなり強かったんで、余裕がある人はまあちょっとバステン引いてもいいんじゃないかなとは思いました。まあ僕ちょっと中村選手だけは引いとこうかなと思います。結構使いやすそうなんで、まあ使ってみて強かったらまた動画にするかな。まあとりあえずクラブセレクション、週刊 FP、 投票 FP 復活待ってます。コナミさんお願いします。